こんにちは、皆さん。今回はですね、皆さん、最近僕の更新頻度がとてもとてもとても遅れていることにご存知でしょうか？私、テストだったんです。テストだったというわけで、テストがまあ終わって、この前テスト返却さ、テスト返却を、されたんですけど、この僕、私はほぼ、一周回って終わったーみたいな感じの点数を取ったということで、笑えないんです。僕、今、高3というわけで、高3といえば、まあ、大学進学、高卒で働く人もいるでしょう。高3の方はわかるんですけど、大事な時期なんですよ。やっぱり1、2年の成績も大事だけど、3年生の成績っていうのは特に大事なわけ。大学進学、まあ、する人とかも特に大事なわけ。この僕、まあ、結論から言っちゃいますと、5教科全部欠点取っちゃいました。はははは。イエーイって感じですね。まあ、テスト期間中、まあ、僕動画を出していて、まあ、結構ノーベンとか、結構言ってたんですけど、あれは結構割とガチで、まあ僕のツイッター見ていただいたらわかるんですけど、僕東京に行ってたり、テスト期間中なのに、友達と遊んだり、ゲームしたり、親行動したり、PUBG したり、アニメ見たり、空のメソッド見たり、まあちょっとまあいろいろとやってたら、テスト勉強できなくなっちゃって、まあいいや、もうこのまま今日、で、まあ受けたんですけども、まあちょっとやばすぎたということで、まあそのテストをね、もう俺はもうパッパと紹介していきたいなと思います。もう俺はもう悔やむことがない。俺は後悔はない。俺はもう一周通り過ぎてすっきりしたから。ということで今から紹介していきたいと思います。まあ僕5教科受けたのが、国語、数学、英語、地理、世界史、まあ、これを受けたんですけども、まあ、僕の学校では平均点の割る2が欠点なんで、皆さん結構70点以上とかやっぱり結構ガチってくるんで、高校生の3年生になったら、ガチってくるんで、何もやるガチんねん、なんでやねん。は、ではまず、俺はもうこんなのあまり見せるのが嫌なんで、まず、国語。31。イエーイ !30 点だい、あと全部20点だい、次、数学。29点。数学の29は普通にいい。普通に29点は悪くない。平均点、多分これ70点ぐらいやったけど、意味がわからん。次、英語。17点。もう散りゆく花のように散ってった点数だね。次、世界史っていう科目。まあ、まあ、友は、我をこ、次、ラスト、地理。クソゲー。もうテストはクソゲー。なんもおもんないゲームや。人生っていうものは、よくゲームに例えられることが多く、人生は俺が主人公、周りにいる人々がキャラクター、家族などが、重要人物、70年間ものを、繰り返される壮大なるストーリー、個性豊かなキャラクターも多く、人生は、神ゲーだと、言われています、一部では。だが、クソゲーです。テストがある限り、この世はクソゲーです。テストで、人間の、いわば、人間の能力、武器、特殊能力などが全て決められる。特殊能力や武器などを使って敵を倒す、まあゲームだとしたら、この人生というものは、学力というもので、就職を担い、そしてお金を稼ぐ。それが多分最終目標だと思います。クソゲーです。クソゲー。俺はこんなクソゲーに、付き合ってる暇はない。俺は、架空の、二次元の世界に行ってきます。